も、やめていて。おやおや、これはこれはアットさん、YouTube では去年の年末、コラボ以来ですね。今回はどうしました？そう、今回はその夏バージョンということで、また、初チャンネルでのコラボをしたいということで、ヤマシーにもまた来てもらいたいのだよ。ほうほう、ぜひ参加させてください。そうこなくては、じゃあ、これ招待状だからこれを持って、11日会場に来てね。はい、わかりました。さて、なくさないように、招待状しまっておくか。いや、相変わらずクソだせいな。ここがアットホームな職場か。すごくアットホームで楽しそうな場所だな。よーゴミどもゴミども。ふはっはっはっは。お前らよくお越しくださいました。いや情緒不安定か。あ、すいませんつい突っ込んでしまいました。なんだこいつ、変なやつだな。いやお前らには言われたくないわ。はいはい、変な人もいるところで、本題にやろう。今回、君たちにはスコアアタックをしてもらう。ただただやったらキャラなどにも差が出てしまうし面白くない。ということで今回は一発取りで、スコアアタックでスコアが50億に一番近かった人間が勝利になる。なるほど。これはすごい戦いになりそうだ。冷静にスコアがやらないとだな。パチンコ、負けたー。主が茶番の置きうまく考えれなくてこの動画でもう2回爆発してるってま？改めてどうもこんにちは、ヤマティです。はい、というわけで今回は、初チャンネルでの豪華コラボです。ていうか今週ヤマタンで、金になって敵になってて受ける、何はロ天然芝くぞ。あーはいはい、最近編集がめんどくさくて、動画出演できてない奴は黙ってて、あ、ていうかめっちゃ言うやん。それ、自分で自分のイメージ下げてるだけやで。あ、あいつにこれ以上喋らせるのは危険だ。さっさと。もう、まあ、という感じでうちのチャンネルはいつも、こんな感じの、訴訟もない動画を上げています。最近は、その動画すら、投稿されてませんけどね、ごっそ。しかも、通常動画を上げたのは1ヶ月ぶり。しっかり編集した、通常動画は2ヶ月ぶりだから、編集、めっちゃ時間かかっちゃってますわばー。さて、こんな雑談を挟んだところで、今回のコラボメンバーの紹介に行きたいと思います。よ、待ってました？まずはプニユー。プニユーとは、結構昔から仲がよ。もともとはプニピューは視聴者だったのですが、最近 YouTube を始めたって感じですね。キャッシャン、攻略税でヘッダーにもある通り、限度に集めの変態です。僕とは過去に1回、サンデーイベントの時にコラボしたことがあります。続いてはカイトの部屋さんです。カイトさんは、チャンネル登録者2600人、声の人気 YouTuber さんです。かっこいい編集のショート動画や、面白い通常動画を量産しまくっててマジですごいです。カイトさんとは、11ヶ月前に一度コラボしたことがあります。そう懐かしいですね。続いては金もささん。金もささんは今日のワクワク、ボックスなどの人気シリーズ、ショート動画をたくさん出したり、編集が凝っている通常動画で、たくさんのファンを勝ち取っています。金もささんとも、5ヶ月前にコラボしていただいたことがあります。さあそしてお次はシューニーさんです。シューニーさんは登録者3500人を超える人気ニッチューバーで、頭がおかしいほどの驚異的なセンスで多くの動画視聴回数とファンを勝ち取っています。前回の去年の年末に行われた初チャンネルコラボの際にもコラボしていただきました。続いてヘグチ、変態、ゴーン、ミン玉、ミッチャン、バロの神。そして最後に紹介するのは今回のコラボの主催。待て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 。さすがにあれはやきすぎだろ。もっとしっかり紹介しろ。まあそう怒るなって、俺たちマブマブのマーブルチョコだろ。まあそうだな。いきなり騒いですまなかった。確かにマーブルチョコはうまい。いやあ、ここはじゃ頑張れよ。さて、邪魔な金玉もいなくなったところで、最後の紹介に行きたいと思います。最後は今回のコラボの主催者、アットゲームズさんです。アットさんは、面白いゆっくり実況や、多彩な編集のショート動画をたくさん上げていらっしゃいます。カゲローデイズマッチョのやつめっちゃ好きです。あとひかまにです。アットさんとも、去年の年末にコラボしていただいたことがあります。ちなみに、この動画編集中に、アットさんのチャンネルで予告動画が出たんですが、バッテームがまさかの歌ってみた投稿、僕はこの曲、全然知らないので終わりましたね。しかもこれ撮ってると、全然計算とかしてないので、マジで終わったかもです。バッテームがこれって分かってたら、もっとしっかりやってたと思います。さあ、そんなことを言っている間に、スコアアタックの方は、ミフィーバーネに突入。今週のスコアアタックは、イサマシのキャラクターが 20% ボーナスなのでバナナです。はい、先ほども言いました通り、私は計算とか何もしてないので、このまま、アホみたいな調節をするヤマティをご覧ください。終了。
は完璧に調整してきてると思っているので、コンティニューはしません。それでは、結果発表に参りたいと思います。僕の結果は、56億3000万でした。目標の50億からは6億3000万離れてしまっていますね。最下位ではないことを祈る。やった！それではお次、カイトさんにバトンをパスしたいと思います。カイトさんの動画は19時から公開です。ぜひ見てください。それでハオツキー。